今回の動画は今から私はちょっと朝一で千葉の方でね仕事があるんですけども、それの移動をね、まあ、ついでに撮っていこうかなと思っております。ただですね、もともとセントレア成田空港間の飛行機のね、まあ、チケットを抑えてたんですけども、コロナの影響でね成田行きの飛行機が結構減便というか欠航になってしまっていて、まあ、JAL は今日はね飛ぶみたいですけどね、朝の便っていうのはもうないんですよね。でスカイマークも、飛んでおりませんので、急遽ですね羽田空港行きにこう振り返ってですね、そちらで羽田空港からまた成田の方にね、まあ、今回車で移動するんですけども、そういう風な形で、段取り変えまして、で今朝めちゃくちゃ早い時間なんですけども ANA のね羽田空港行きに乗っていくと、まあ、ただ移動するだけなんですけどね、正直言えば、まあ、せっかくなんでその様子を撮ってですね、まあ、レビューという形でちょっと動画で仕上げていきたいと思います。その様子を今日は皆さんにお見せしようと思います。でいつもの場所に行きました。まあ、今日はここでゆっくりしてる時間がないので、早速 ANA の、ね、チェックインカウンターの方行って手続きしていきたいと思います。まだ朝6時過ぎなんですけどね、国際線は人はいないですけど、さすがに国内線はそこそこいますね。ということで無事チェックインの方しました。久しぶりに荷物預けましたね。はい、お客さんもそこそこいる感じで、まあ、朝のね午前中に関してはセントレアは、国内線かなり飛んでますのでね、人がいるのは当たり前かと思いますけど、それでもね以前のコロナの時に比べたらお客さんはだいぶ戻ってきてるなっていう感じは受けましたね。はい、ということであと飛行機までね40分ぐらいしかないんですけども、まあちょっと余裕はあると思うんで、ラウンジの方行きたいと思います。とりあえず保安検査抜けて制限エリア内に入ってきます。保安検査抜けまして制限エリア内に入りました。とりあえずジュース1杯ぐらい飲みにラウンジ行きます。ありがとうございます。それではいつものやつ、今ラウンジでちょっと体温を測ってみたんですけども 35.03 度でした。相変わらず低いですね。ありがとうございました。まあ、ラウンジを出ました。今回のゲートは101番ということでバスなんですよね。今まではですねこのセントレア羽田便っていうのは737で運行しててですね、あと普通にブリッジ渡って搭乗だったんですけども、まあ、人が少ないということでいわゆるボン級ってやつですね、ボンバルディアのプロペア機、それに変更になっているということで、しかもバスでの搭乗となります。さすがにガラガラですね。これはあのコロナの影響で人がいないとかそういうのではなくて、だいたい朝早すぎると人いないですからね、普段のセントレアでもね。ゲートの前もですねこんな感じで間隔を空けるようにもう床に、ね、なんか貼り付けてありますね。ソーシャルディスタンス、 Please keep your distance って書いてありますね。今回このセントレア羽田便っていうのはおそらく1年以上ぶりですね。修行をやってた時に乗ったぐらいで、まあ、普段はやっぱ新幹線使った方がいいですからね。成田便っていうのは、ね、スカイマークこの前乗りましたけど、今回の搭乗ゲート101番の目の前に来ました。羽田行き ANA86 便ですね。ガルーダインドネシアとユナイテッド航空のコードシェア便となっております。天気はちょっと雨降ってるかなっていうぐらいですね。さすがに朝なんでね、飛行機いっぱい止まってますね。ありがとうございます。こちらお持ちくださいませ。ありがとうございます。もしかしたらこの目の前の機材かもしれないですね。この距離をバスで移動するんですかね。ちょっとそれはそれで面白いですけど、あれなのかな、ちょっと本当に分かんない。奥の方に止まってるのもあるんで、そっちの可能性の方が高いのかな。まあ見た感じ50メートルぐらいしか離れてないですけど、やっぱり目の前の飛行機でしたね。わずか50メートルをバスで移動しました。
機の中入りました。今回は DH89400、 いわゆるボンキューと言われるプロペラ機ですね。おそらくこのまま自分で、ね、自力で飛行機が展開して滑走路の方に向かうと思います。このシーン結構レアですよ。すべての電子機器は電波を発する状態でのご使用が禁止されています。機内モードなど電波を発しない設定にするか電源をお切りください。この便は全席禁煙です。通路化粧室でのタバコは固くお断りいたします。まもなくですね、中部国際空港セントレアの方を離陸します。羽田空港の方に到着いたしました。今自分がいるのは第3ターミナルですね。飛行機自体は第2ターミナルに到着したんですけども、今こちらの方に移動してきております。まあ、今回乗ったセントレア初の羽田行き ANA86 便ですね。まあ、新羽田ルートというのは通らなかったんですけどね、結局千葉の上空を通っていったという感じなんですけども、まあ、今回はですね、私プレミアムクラスとかではなく普通席なんですけども、まあ、ペットボトルのお水1本丸々くれたりとか、お客さんもね、まあ、半分ぐらい乗ってるっていう感じですかね。まあ、予定よりもね10分ぐらいは早くに着いたんですけども、やっぱりねジェット機と比べてプロペラ機の方が時間がかかるということで、まあ、意外にね長かったなと思いました。以前は40分ぐらいで着いたんですけどね、今回普通に1時間ぐらいかかりましたからね。でそれでですね、せっかく羽田空港にいるということで、まあ、第3ターミナルの横にできるね、まあ、新しいホテルとか商業施設があるエアポートガーデンという場所ね、皆さんご存知でしょうか。まあ、一度ねメディア向けにプレオープンとかされたみたいなんですけども、結局、まあ、コロナの影響で、まあ、また延期ということでね、まあ、オープンは先延ばしになってるんですけども、外観を見に行ったりすることはねできると今ね
インフォメーションセンターで聞いて確認したので、ちょっとそちらだけね見に行ってこの動画終わりにしようかなと思います。こちら羽田エアポートガーデンの入り口なんですけども、こんな感じでシャッターが閉まっておりまして、本来であればこのターミナルビルから直結してね行けるんですよね。はい、ということで今こちら目の前に見えてるのがね、住友不動産のホテルとその周辺にある商業施設ですね。ちょっとまだね、あの通路すらちょっと通れなくなっちゃってるんでね、ここをバーっていくと羽田空港から直結して行けるという場所になっておりますけどもね、ちょっと中身を見に行こうかと思ったんですけど、まだまだオープンしてなかったですね。とりあえずバカでかいですねこのホテル本当に大きいです。いやでもいつか泊まりに来てみたいですね。ということで、まあこんな感じですね、今回は、ANA を利用しまして、中部国際空港セントレアから羽田空港までね、まあ、移動してみたっていう動画はこれで終わりたいと思います。以上スーチャンネルスでした。バイバイ。